ドルバコ三部作、または、七子三部作は、クリント・イーストウッド主演、セルジオ・レオーネ監督作品のマカロニ・ウェスタン三作品、荒野の用人坊、夕日のガンマン、続、夕日のガンマンのことである。ドルバコは、これらの作品が、多額の工業収益を上げたということではなく、最初の二作のタイトルに、ドルが入っていることによる。これら三部作は、 マカロニウエスタンのジャンルを確立し、後に続く作品の原型となった。また、3作品は、西部劇映画の中でも常に上位に位置する高評価を与えられている。荒野の妖人坊は、三船敏郎主演の妖人坊を非公式にリメイクした作品であり、そのため、東方から無許可によるリメイクとして訴訟を起こされている。また、 レオーネが意図していたわけではなかったが、この3作品はシリーズであるとされ、主人公は七死の男と呼ばれるようになった。七死の男という呼び方は3部作として公開するためにアメリカの配給会社によって付けられた。3作品でイーストウッドはそれぞれ違うニックネームを付けられている。俗、夕日のガンマンは全2作より過去の物語であると考えられている。 理由としてこの映画の中で、主人公は、全2作で着ていた服を手に入れること、南北戦争が行われている上、夕日のガンマンのリーバンクリーフが落ちぶれた、元南軍兵士であること、荒野の妖人坊の墓地のシーン2873年と、刻まれた破壊誌があるということなどが挙げられる。4人の俳優が3部作に、別の役で2度出演している。リーバンクリーフ、ジャンマリア・ボロンテ、 ルイジ・ピスティリ、ヨゼフ・エッカーの4人である。また、イーストウッドを除いて3部作すべてに出演しているのは、マリオ・ブレガ、アルド・サンブレル、ベニート・ステファネリー、ロレンツォ・ロブレドである。音楽は3作すべて、演技をモリコーネが担当しており、荒野の用心棒の際は、ダンサビオという名前で参加した。私は、レオーネの映画のスタイルが、 ハリウッドの西部劇へのアプローチを変えたと思っています。これらは暴力と射撃の面を命よりも少しだけ大きな割合で描き、素晴らしい音楽と新しいスコアを持っていました。これらは他の西部劇では使われておらず、そのスタイルは違っていました。つまり、これらのどれもが創作者のような古典的なものではなく断片的で小さなエピソードを通して、 中心的なキャラクターを追いかけるという構成になっています。クリーント・イーストウッド、ありがとうございます。